はいそれではですね、今回の動画では、エクセルのキャラクター関数、こちらの、ね、使い方をやってみたいというふうに思います。で、このキャラクター関数なんですけども、引数の数値に指定した文字コード番号に該当する文字を求める関数ということで、例えばですけども、数値に10を指定すると、開業文字になりますので、えーまあ、どういった使い方をするかというと、 今この表で言うとこの郵便番号と住所がねこちら別々のセルに入ってますけどもこれを右側のこの空白のセルに一緒に合わせて表示をしたいとでさらに郵便番号のところこの郵便番号と住所の間で開業をして2行で表示したいというときにキャラクター関数を使うとそういったことができますんでねまあ早速この表でやってみたいと思います。それではね この抽出したいセルをクリックをしておいて、これはね手入力をしていかないといけないので、イコールを入れていきます。で、一番最初、この郵便番号の文字の頭にあの郵便番号のマークを、これを入れたいので、ダブルコーテンションマークを入れて、郵便と打つとこのマークが出ますので、もう一度ダブルコーテンションマークで閉じてあげるとはいでここでえと文字をつないでいきますので、ここはを今回は使います。 はい、この And を入れてください。まあシフトキーを押して数字の6のところを押すと出ると思います。で、次に郵便番号の数字、A、をつなぎたいので、この今これでいうと A の4のセルをクリック。で、さらにまたここで And でつなぎます、はい。で、ここで最初に言ったようにここで開業を入れたいので、ここでキャラクター関数を使いますんで、キャラクター関数は、まあ、このまま手入力で今回はやりますので CHAR と打ってください。 はいでまあ、引数を入れるので、括弧を入れて、ここでこれも最初に言ったように、開業を指定した場合は、10を、数字の10を入れます。で、括弧を閉じるですね。はい、で、さらにまたここをでつなぎます。 はい、で次に来るのは、この住所、えー、この静岡市の,この住所なので、このセル、えー、B の4を、えー、今回の表の場合はクリックをします。はい、これで、ね、一応完成なので、ここでエンターを押します。はい、そうすると、えー、とまだ、ね、ちょっとここ、開業が入ってないんですけれども、えー、このセルのところをクリックをして、えー、このホームタブのところですね、ホームタブの配置グループのところに折り返して全体を表示するというボタンがありますので、ここをクリックします。 はい、そうするとねこういった形で郵便番号のところで開業が入って2行で入力されましたということですね。であと、この下はこのままこれをコピーしてもらえればこういった形で住所を2行で抽出することができましたということですね。はい、まあ、こういった形でねキャラクター関数を使っていただけると便利なんじゃないかなというふうに思います。それではね今回の動画は以上になります。ありがとうございました。